はい、読むラジオ、聞くラジオ、ご覧の皆様、およびポッドキャスト陣内義塾のリスナーの皆様、こんにちは、陣内俊です。今日はですね、陣内と聖書研究と、またお送りしていきたいと思います。僕がですね、毎朝聖書を読んで、そして、学んだこと、気づいたこと、教えられたことを、メモしていっているんですけれども、それをもとにですね、皆さんにご紹介していくという、そんなコーナーでございます。今日はですね、2018年12月の、13日、約1年前の僕の、デボーションのノートから、弟を探しに行くというですね、タイトルで、僕はですね、この日メモっているんです。弟を探しに行くと。で、箇所はですね、ルカによる福音書の15章というですね。で、僕はですね、これ毎朝、一章読むんですよ、大体。で、大体ね、15分ってね、もう決めて、15分以上はやらないんですね。でもですね、毎日15分やるかどうかって、毎朝15分やり続けるというのは、もう1年にしたら何十時間みたいになるわけですから。とてもですね、その、一日の、朝起きた、15分を、聖書と向き合い、そして神と向き合いですね、祈るというですね、僕のルーティーンになっていまして。で、大体一章読みます。で、長い、章ってあるじゃないですか。すっごい長い章とかは、二分割したり、三分割したりして読みます。で、この日はルカによる福音書15章なんですけれども。で、読んだ中で、なんかですね、こう、心にね、語りかけを受ける、迫りを受けるようなですね、説が大概あるんですよ。はい。で、そうするとそこをメモをするんですけれども、特にですね、ない時もあるんですね。だいたい2回か3回ぐらい読むんですけれども、なんか特にこれっていうのがない時もあります。でもですね、それでも大丈夫なんですよ。でも、何か神様は語ってくださるんで、その時はなんかフレーズとか、一つの文章とかではなくて、全体を通して神様は語ってくださることもあるわけなんで。で、この日もですね、僕は3回読んだんですけれども、特に心に迫る一節っていうのはなかったと。で、ただですね、このルカによる福音書15章っていうのはとてもですね、聖書の中でも、皆さんご存知というかですね、非常に有名な章なんですよ、全体として。で、これはですね、ほとんどイエス様が、例え話をして話しているという箇所なんですね、15章というのは。で、3つのですね、有名な例えをするんですよ。1つ目はですね、100匹の羊を飼ってる羊飼いっていう話なんですね。で、1匹が迷子になっちゃうんですね。そうするとその羊飼いは、99匹を残して出かけ、99匹いなくなっていない、迷子になっていない99匹を残して1匹を探しに、出かけていったという話です。で、これを通して、イエス様はですね、父なる神の、こう、ご性質といいますかですね、性格、父なる神ってこういう方だよってことを、教えてるんだっていうふうに言われています。次に、二つ目の例えは何かというと、銀貨の例えって言われまして、これはですね、10枚の銀貨を持っている女性が、その中の1枚をなくしたとき、家中を探してなくなった1枚を探し出して、見つかったなら、近所の人々を呼び集めて、一緒に喜んでくれと言うだろうっていうふうにイエス様はおっしゃってると。で、これが二つ目ですね。銀貨の例え。亡くなった銀貨の例え。一つ目が、いなくなった羊の例え。二つ目が亡くなった銀貨の例え。で、最後がですね、もうこれはもう聖書の中でも一番有名な例え話と言ってもいいんじゃないでしょうか。放蕩息子の例えという、話なんですよ。で、メモを読み上げていきますと、有名な放蕩息子の話が最後出てくると。で、いなくなった羊、亡くなった銀貨、旅に出た弟息子、これらを見つけた所有者は、大いに喜び、他の人と共に喜びを分かち合ったと。で、この例えの中で唯一喜ばなかったのは放蕩息子の兄だけだったと。放蕩息子っていうのはですね、兄弟の話なんですね。で、これはよく本当にですね、引き合いに出されて、いろんな意味があるんでですね、本当に、この例えだけでも、もう一冊本が書けてしまうようなんですね。またレンブラントという、有名な画家はですね、放蕩息子の帰還という、非常に有名な絵を描いています。でですね、
まあ、この例え話のコンテキスト、つまり文脈を考えると、弟、いなくなった羊、亡くなった銀貨が誰を指し、兄が誰を指すかは明確であると。つまりですね、これがどう語られたかってことを考えると明確になってくるんですよ。なぜなら、その時ですね、イエスはいろんな人に囲まれてるんですけども、この例え、イエスはですね、常に例えをすることによって、これは自分のことだっていうことを暗に言ってるわけですよ。で、この時にですね、イエスがその兄って誰っていうふうに意識していたかというと、これはですね、パリサイ人とかですね、律法学者たちのことなんですね。で、まあ、前者、つまり、まあ、例えの中の前者、これは、失われた人たちですね。これはイエスが共に飲み食いした酒税人や罪人たちであり、後者はそれを批判したパリサイ人と律法学者たちだったと。まあ、つまりですね、この、まあ、例え話をする前に、律法学者とかですね、パリサイ人、つまり宗教的に熱心な、まあ、宗教指導者と言われる人たちがイエスを大酒飲みの、退職官、もう罪人と飯ばっか食ってんじゃないかあいつっつって批判してるんですよ。で、それに対するアンサーにもなってるわけですね、この、ルカの15章というのは。で、イエスのメタファー、例え話に従えば、パリサイ人や律法学者は父の家にいたことになると。つまり彼らは、まあ、宗教の、まあ、自分が宗教の番人だと思ってるわけですから、いわば父の家にいるんですよ。しかし、父の家にいながら、父と心が一つになっていないことが彼らの問題だったよと。で、父の命令を守っていたが、弟を裸足で駆け寄り、抱きつくほどに憐れむ、そのような憐れみは共有していなかったと。で、まあ、現代の教会も父の家にはいるが父と心を共有していないパリサイ人や律法学者のようになってしまう危険性が潜んでいるよと。で、また私もそうなるリスクを抱えていると。兄は弟を探しに行くべきだったのではないか。なくした銀貨、迷い出た羊を探すように。で、まあ、僕がですね、以前していた聞き屋ボランティアっていうのはそのような試みだったと。で、まあ、自分はですね、まあ、うつ病発症前までは、聞き屋ボランティアね、レギュラーでやってたんですけども、まあ、動けない時期があったし、今もまだ完全に回復しているか自信がないと。で、でも、まあ、自分、私もまた弟を探す旅をまた始めることを祈ってみてもいいかもしれないと。まあ、これに関してはですね、それから1年経った今も、聞き屋ボランティア再開してないんですよ。まあ、これいろいろ事情があって、まあ、実際ですね、再開に向けてリハビリに踏み出したこともあったんですね。それはボランティアに登録してですね、高齢者の施設にね、聞くっていうボランティアをやりに行ったりしたんですけど、やっぱですね、なんかね、僕の脳みそがですね、まだね、そこまでのね、体力がなくてですね。ただ、まあ僕が言えるのは、なんだろうな、そういう、いなくなっていた人を探すっていうのは、父なる神の心なんで、それは変わらないんで、まあなんだろうな、その聞き屋ボランティアという形を取らないにしても、僕はそういう、いなくなった人を探すという、そういう隣人になるというですね、実践をですね、まあ、一生涯続けていくっていう、ハートは持ってて、ただまあ自分の健康状態と相談しながらというような形なんですけれども。でもね、まあ、この YouTube もね、いわば、ま、なんか、まあ、僕は探しに行っているわけではなくて、見つけてもらう側ですけれども、コンテンツを発してるんで。ただですね、こういう声が、思いもよらぬですね、もしかしたら孤独な誰かとか、これを必要としたら入れる、誰かに届くようなこともあるんで、まあ、こういったことも一つの僕のですね、父と、心を一つにして行っている実践の一つなのかなと、思ってたりもします。で、まあ、これに関連してですね、最近読んだ本で、マイケル・ロダールっていう人が神の物語っていう本を読んでるんですね。で、この中で、マイケル・ロダールがですね、神はですね、人間に二つの質問をし続けてるっていうんですよね。で、一つ目の質問は、あなたはどこにいるのかっていう質問なんですね。で、これはですね、アダムとイブがですね、原罪を犯した時に、まあ、木の実を食べてしまって、神に反逆した時に、アダムに、神が語りかけた言葉、これがあなたはどこにいるのかだったんですよ。そして、二つ目の質問が、カインが、アベルを殺した後ですね。まあ、カインとアベルっていうのは、アダムの息子、
兄弟ですけれども、カインはですね、人類初の殺人を犯すんですね。で、その時に、カインがですね、アベルを殺した後に、神はですね、あなたの弟アベルはどこにいるかって聞くんですよ。これがですね、創世記4章だったかなに出てくるんですけど。で、ロダールはこう言うんですね。神はそれ以来私たちに2つの根本的な質問を発し続けている。あなたはどこにいるのか、それとあなたの兄弟はどこにいるのか、これがそれであると。皆さんこのことを説教したことがあるだろうかっていうふうにね、聞いてるんですよ。で、まあですね、その後です。で、そのロダールは、このあなたの兄弟はどこにいるのかっていうことをさらに掘り進めていくと、じゃああなたの兄弟って誰なのっていう話なんですね。で、そうするとですね、ユダヤ教のそのラビたちはですね、このあなたの兄弟アベルっていうのは複数形になってるんですね。そのアベルの血が叫んでいるっていう、続くんですけれども、その血っていうのがですね複数形になっているっていうんですよ、ヘブル語で。で、ユダヤ教のラビたちはそこから演劇というかですね、そこからその彼らの神学を発展させていって、どう解釈したかというと、有名なですね、ユダヤ教の格言があるんですけど、これってアベルの血から来てるんですって。それは何かというと、どういう格言かというとですね、一人を救う人は人類を救ったのであり、一人を殺す人は人類を殺したのだっていう格言なんです。これなんとですね、有名なあのシンドラーのリストありますね。そのシンドラーがつけていた指輪の裏側に書かれていた言葉なんですよ。で、一人を救う人は人類を救うのだっていうのは、つまりアベルっていうのは複数形なんで、これって人類の代表なんですよ。で、カインがアベルのことなんて知らないねって言ったのは、人類なんて知らないねって言ったことだってことになるんですね。で、もしカインが神の呼びかけに語りかけに答えてですね、自分は弟、アベルの魂の番人なんだっていうことを受け止めたならば、カインはですね、隣人になることができたわけですよ。まあもちろん殺人も犯さないんですけれども、ですね。で、その神のあなたの兄弟はどこにいるのかっていう語り、かけに、私たちは今答える責任を持ってるんですね、神の前に。で、それはもう頼りもなさず、私たちが誰かの隣人になるということは、人類の隣人になるということだと。あの人っていうのは他人であって私とは関係ないよっていう態度っていうのは、実は聖書的な態度ではなくて、この放蕩息子の例えが教えているように、実は兄はですね、弟がいなくなったことを、父である神と同じように心が引き裂かれるぐらい悲しむことを、おそらくですね、兄は期待されていたんですね。その立法主義的かどうかとか、そういったことではなくて、隣人になるんですか、そうじゃないんですかってことを、兄は問いかけられていた。そして私たちも、日々ですね、神に問いかけられているわけですよ。あなたは隣人になるのかならないのか、それはですね、皆さんの会社の同僚かもしれないし、親戚かもしれないしですね、隣に住んでいる人かもしれないし、もしかしたら遠く離れた、生活に困窮した人かもしれません。でもですね、その人たちは私と関係ないっていう態度っていうのは、実はですね、放蕩息子の兄と同じ態度なんで、私たちはですね、神は、この人類に常に心を痛めています。なので、その心の痛みと、自分の心を、重ね合わせてですね、その痛みを共有するかどうかということを、あなたは隣人になるんですか、どうするんですかということをですね、日々私たちは問われている存在なのだということをですね、まあですね、ルカの15章から、学んだという、そういった話でした。というわけで、動画をご視聴およびポッドキャストをお聞きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。